お疲れちゃんです。ラットです。そしてはいどうもテンコットです。はい、というわけで今日もやっていきたいと思うんですけど、はい、ですね、ちょっとトーン低くないですか。僕が今ね怒ってんすよ。もうイライラしてんすよ今。イライラっとなんでもうね、こっちはもう見てください。もうね、僕はね今こうトラ上げはねしてるんですよ、真面目に。なんですけどこちら、はい、もうねなんだよっていう、これなんだこれっていう、何ですかこれ、うん、まあ、テンプレじゃないですか。じゃあエスパの見たことねえだろこれおい違う、何なんだよこれ、うん、まあ、頑張って戦ってんすよ、マルチやってんすけど、もうねこういうのに負けるのがもうねイライラもするし、もうね病んじゃうよね。ジジじゃねえんだよってことで、はい、ちょっとねこれ今7200-7300とかにこの人行ってて、さあね、うん、まあ多分プロじゃないですから、僕が使えばあれはもっとね上に行けるよってことで、僕はもうね送ります。動きます。ラット逆か言うの、奪いますね奪います、はい、そのデッキ奪います。ってことでね、ちょっとね今日はこれね使っていきたいなと思います。ゼロ勝だとねちょっと相手がね、あのターンホールじゃない、ターンホールじゃねえよ、ターンホール、お前空からだ、やりすぎだってやりすぎだってもうね僕が使えば、あ、そういえばリーグで最強まであるリーグで使ってたよね。え、これ使ってない、え、使ってなかったっけ。こんなの使ったことないよ、あれ。え、リーグで使ってなかった。いや、誰だよ、わかんねえ誰だよ、困った、誰だよ、ツッコミもしにくいわっていう。はい、というわけでね、でもエリポン君大好き、もうね、そう、もうこっちがどんだけ頑張って攻めてもね、なんかもうね、もう無視エリポン、はい、無視エリポンとか、もうね、もうどんだけ攻めてももう、あのウィザードだけ、スパーキーだけとかもね、はい、これ無視します。え、ステイっすねってやつ、え、無視すんの。いや、まあまあここはね許容ですね。はい、でしっかりね、あの形を作ることがやっぱ大事なんでね、はい、後ろからね、ヒドがあるな、はい、形作りが大事、ヒドがあるな、バイテンゴット、ぜひ使う人みんな行ってるよ、うん、はい、これねちょっと相手がね、あ、スパーキーですね、相手もスパーキーで、この時はザップがあるんでね、ちょっとザップを回します。よいしょ、これ多分当たんない、 OK、これザップ打っちゃえばね、よいしょ、はい、来ました、はい、来ました、うーん、ガイン、はい、もうこういうことです、もうこれで勝ち、はい、来た、前もこうやって負けたんでしょ、うん、こうやって負けた、でこれもね相手のこんなのね、まあ無視してもいいんですけど、ちょっと多いですね、ちょっと多いんでエレキだけでいいかな、よいしょ、もうね、もうこういうこと、エリポンいてちょっと無視して、ケツスパ、ジャイ、ミニペ、エルキ、ザッパーン、うん、何弾いてんだよ、ちょっと、うん、ちょっと何言ってるか分かんない、ふざけんだよ、マジで、もうね、こういうことってさ、これワンチャンリーグで使えるものあるよね、やめとけって、お前どう叩かれるよ、どう、これで勝ったらリーグで叩かれるよ、お前、まだレイジ入ってないからいいけど、入ってたら叩かれるよ、じゃあメガナイトレイジにしようかな、これでもこれね、ミニペッカだけで守れる、ザップね、ザップリセットして、相手ザップしてくるけど、はい、ごめんなさいっていう感じでね、もうジャイつけます、よいしょ、まあ、ちょっと綺麗じゃない、ね、うん、まあもうジャイ使いの動きしてますよ、僕今相性いいかなってとか、相性いいかなって、これもね、あ、マイルポイントもいいんですけど、もうね後ろから出すだけで勝てますね、これは、よいしょ、こんなメガナイトでね踏んづけちゃいますね、よいしょ、ここもね無視です、はい、ここを防衛するのが甘いですね、よいしょ、エレキは、うい、はい、来ました、でこれを、はい、ミニペッカーで、うえ、でも審判やん、いやこれね審判やん、こういうことすまじ、ここも無視するし、ジャイだってフル無視してるやん、無視で、でもこういうこと、俺はこれをされたの、もうわかる、されたの、うん、されたの、もうロイジャイ攻めるやん、もう無視、エリポン、スパーキー、ジャイ、ミリペ、あ、止めれるわけねえだろってなるんですよね、素晴らしい芸術的な無視、芸術的ですね、まあ、こういうことですね、言ったら、いや、やっぱ犠牲は必要なんで、あ、いや、その言い方はちょっと綺麗、犠牲ね、犠牲は必要なんですよ、犠牲ね、なんでいい、いいよ、別に、いや、なんとか全然いいよ、はい、というわけでね、もう一回ね、エリポンを鍛え、あ、これ来ましたね、スパーキーですよ、もう、はい、置いて、一個一個が重いんでね、まあ、この一個一個をね、ちょっとあの大事にね、扱っていきたいっていう感じですね。はい、なんで、ここのスパーキーは、
まあ一応ねもったいないんで単体で活かすのは。よいしょ、うん、で、うん、これの後ろに、最強ウィザードをつけたいけど、まあちょっとね様子見つつつけます。よいしょ、もうね、はい、あ、やばい、お、お、ういうわ、これね、もう一発、うい、きた、これね、もうミニペッカ、うい、これ買ったくない？これ多分ね、相手リセット系ないっす、これあの、うん、クエイクの多分本部だと思うんで、まあ、アイゴレかな、はい、うん、まあ、スケを挟むか挟まないかわかんないんですけど、これもエリポン置いて置くの？あ、置かないわ、置かないっす、なぜなら相手クエイク持ってますけど、まあ、わかんないんでね、まだもしかしたらロケットとかの可能性もあるんで、そう、ロケットとかだった時に、あー、クエイクかよ、ほイライラするわ、なんでするわーってね、するわー、これはね、スパイキーがそれはやったかな、まあホグが来たら無視でいいかな、無視な、いや、これぐらい来たらまあなんか受けたいですね、メガネで踏んじゃうかな、カウンターになるし、でコウモリは速攻ザップで打って、オッケー、このスパイキー相手処理するのも辛いと思うんですよ、よいしょ、これで相手はね両サイ頑張ってくれっていう、僕はもうね今何もできないんで、はい、見守るだけっす、あー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 、やっちゃってる、勝手にやっちゃってるよ、いろいろと、でここをまあね、ウィザードぐらいでいいかな、で一発はもう受けていいんですよね、もう、あ、待って、俺のウィザード、オッケーオッケー、タワー、ああよくないよくない、なるほど、理想としてはね一発タワーで受けてよかったんで、あのね残したかったですね、ウィザードをね、ここね、はい、もうここはね右無視して一回ね左側確実に落としたいですね、僕としては、なんでもう、もう時間的に、そうなんで、天ゴッド流形作り入ります、マジ30秒いけんの、いけます、もうね形作りっすね、よいしょ、題名がないと形作りっすよ、やっぱクララにおいて大事なのは、いいの、もうね大丈夫っす、大丈夫っす、もうこんなん形作りっす、クララ大事なの、やばこれ嫌われそうなんだけど、やばいこれやばいな、ちょっとマジやばいね、これザップって、まあ、うん、ちょっと使いたくなるやつちょっと使いたくなるよね、これちょっと使いたくなるやつほらやめときます、結構さこんなん増えた日には終わりよ、クララはもう終わりよ、終わりだよね、終わり、だって勝っちゃってるもん、で地味にエリポンとスパーキーでロケットをこかつって、ああ確かにね、しかもウィザードとエレキとかもいるからどっちかいね、地味ね、スペル打たれてもらっていい、そうそう、サボローさんだって、まあ、なんとも言えないねサボらないでくださいとしか言えないね、はい、というわけで次ね、エイプあるんで、これでも結構楽っすね、もう片手でできますね、まあ、ザップ打ってカード回そうかな、ウィザードあるんでね、その何でも小物系はね、ザップ使った後は守れちゃいます、エイプ置きます、よいしょ、大事ですね、すべてはアド、ねえ、うわちょっとむずいな、ウィザードで気合いね、気持ち強要からのカウンターを意識したいですね、すべてにおいて、これねミニペッカでこっちにメガゴ持ってくるとうまっ、うんうん、うまくね、これちょっとねランバー無視は痛いんだね、エレキでさすがに、イエス、でもこれでね、あの綺麗さアドです、エリアドで、これもう一回ねザップ多分何かにしてるんですよ、ザップってエリポン回したいですね、個人的、よいしょ。よし、今のザップでね、一発入ってます。で、これもう一回ね、もし相手がポイズンだった時に、あ、こっちか、相手が攻めてきそうなんで、逆サイドにリポンいて、アステル打ってくるか。おい、まあ、ライトニングなら、まあまあ、これもう一回ウィザードからの、まあね、なんか、始まりに、ジャイミーってぐらいすればね、ライトニング打ったばっかなんで、もうこれ止まんねんじゃねっちゅう話ですよね、天狗さん。まあね、最初のエリポン分のアドもあるしね、うん、うん、いいんじゃないでしょうか、はい、ってことで、よいしょ、何読みですか、俺は、え、もうね、ランバーとか来てもいいし、もうなんか来てもね、すべてよいしょ、これ、OK、神ザップ、今のザップでね、こうウィザード残して1個折れちゃいましたと、で、ここでね、またエリポン来ますエリポンやっぱ命なんでね、でも打たせてスパーキーとかね、他にユニットが生きるよって話ですね。だから相手もびっくりしてますね。よし。で、ライトニングだったんですけど、まあ、
ライトニング打たれたら打たれたで、ウィザードとかエレキとかね、どっちかが生きるみたいな感じなんで、まあ、打つまで逆に出さないっていう手もあるんですけど、相手が打ってきたんで、ここね、しっかりもう固めていきます。まあ、今ライト打ちたいよねっていう、今打ちたいけどね、相手打てないよねっていう、あのデビの範囲がちょっと痛い、前の秘密兵器が OK 来た。もうこれね、はい、パーティータイム、パーティータイム来ました皆さん。まさか、いけ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 、連打してる、連打、画面連打、画面連打、連打してる、あはー、暴れてる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 、いろいろ暴れてる、連打してる。もうね、これフィーバータイムなんでね、あ、待って、俺のあれが死んだ。もうこれ行くしかないですね、はい、もう行ったらクララってこういうことなんだなっていうのが分かっちゃう試合でしたね。まあ連打してる、今プロである方が、いや早く早くってするでしょ、そんなミニペッカー初め連打してる、マジでちょっと今ね、すっきりしてますね。イライラが。もうね、イライラとからスカスカと。全然噛み合ってない。ちょっとドヤ顔だけど、全然噛み合ってないよ。ちょっとむずかったな。スカスカットって。カットって。だって、ラリー繋がんなかったな。これ多分ね、相手にしたらイライラすると思うんですけど、使っちゃえばね、勝ちみたいなのがありますよね。まあ、結構勝ちで。まあ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 、まあね。リーグでね、あの、形作りが得意な点をとかね。うん、使ってくれると思うんでね、捕まんわ。はい、というわけでこれね、ぜひぜひ、うん、あ、普通にね、結構、うん、強かった、普通にな、はい、天狗とか強かったって言ってるんで、ぜひ、ね、皆さん使ってみてください。僕はそうは思わないんですけどね、出た、ということで出た、概要欄に天狗とチャンネル貼っておきます。ぜひ皆さん月1で天狗とも動画できるんです、ちょっと覗いてみてください。ね、うーん、まずかだな。